卵を機械で割る方法は世界中で様々な方法が発明され実用化されています。当社は十数年前より自動割卵装置を開発商品化いたしまして、学校給食センターをはじめ全国の食品加工業者洋菓子店様にご愛顧いただいております。かねてより洋菓子店様より卵の殻を何かに利用できないかとの要望があり、開発を手掛けまして、この度自動割卵装置 EG15S が完成いたしました。それでは自動割卵装置割る蔵をご紹介いたしましょう。大変コンパクトで家庭用 100V で運転ができます。割卵の様子をご覧いただきましょう。搭載シュートに卵を並べ、運転ボタンを押すと1個ずつ自転ローラーに運ばれ、卵を押さえダイヤモンドカッターで3分の1に切断されます。殻を切断するカッターは厚さ 0.35mm のダイヤモンドカッターを使用しています。当社の割卵方法は、卵の殻をダイヤモンドカッターで切り、中身を取り出す方法なので、欠片は入りません。高速回転で切断しますので、割った卵の殻はきれいに切断されます。そのため、欠片の混入は発生しません。切断によって発生する粉状の殻は集塵ポンプで吸引されます。また自動割卵装置 EG15S はシュート類の部品が取り外しできますので、使用後の洗浄は簡単にできます。ご覧のようにオプションとして使用することにより、卵白と卵黄の分離が可能です。ご覧ください、見事な切り口ですね。自動割卵装置で割った卵の殻です。きれいにカットされた卵の殻は、見る人にほのかな感動を与え、きっと何かに使ってみたいと考えるでしょう。ご紹介いたしました自動割卵装置 EG15S は三鷹電機にて取り扱っております。